皆さんご機嫌いかがでしょうか今日は百鬼夜行の第6回です今日は犬神と白地語を見ていきます全体図はこうなっていますまずここを拡大してみましょうこれは犬 という漢字を崩したものです。次は神という漢字を崩したものです。これはい。次はぬです。これはうのように見えますが、可能のかという漢字を崩したもので、かと読みます。 次は、さんという漢字を崩したもので、みと読みます。犬神と書いてあります。